の大会準々決勝はなにわにし、マイカバン D のチームを相手にすることになる。まあ何の苦労もないゲームになると思うんでね、選手の状態は若干調子の悪い選手もいますけど、問題ない、もう今日くらい顔色悪くてもええわ。次ね、準決勝、決勝と顔色良かったらね、今日は別に顔色悪くても勝てる相手を、まあ相手にしてこれから戦うわけなのでね、何の苦労もないでしょうね。これまでと同じようにホームランを打ちまくって楽しくなって、かつそういう準々決勝の模様をお届けすることになりますので、お楽しみください。どれだけホームランを打つんでしょうかね。そこが楽しみです。結果が楽しみじゃなくて、ホームランを打つ数が楽しみですね。いっぱい打つでしょうね。初回から得点を取ったのは相手で、2回の表ノーアウトランナー1塁でやってきましたね。今大会初めてだよね、ビハインドで迎えるのって。まあいいんですけどね、すぐ取れるチーム状況なので、もう雑に引っ張りで強振で、はい、おお、それはちょっと雑すぎるな。いくらなんでも頭当たっとったで、バット振らなきゃ。振ってもな、当たる高さやったと思うけどね。まあでもその後1点取りました。同点に追いついて、注目選手の打席、ちょっとお前雑すぎるな、いくらなんでも。まあでもここも雑にね、もう基本パワーのある選手っていうのはこれでいいんですよ。これ以外もする必要性はなくて、これしときゃホームラン打ってくれて、わーいわーいわーい、楽しいって言えるんでね。まあ今日もそうなりたいんで僕は。この打球ホームランではないけど抜けていく。2アウトからだって十分得点取れると。なぜならみんなホームラン打てるからね。あ、でも意外に入らず、5回の表まで1点だけできちゃったな。なんかちょっと寂しくない？これまでいっぱい得点取ってきたのに、対戦相手のレベルが上がったっていうわけではないからね。もうちょっと繋げていってほしいな。別に前評判も D、総合戦力も D、なんか特筆する何かがいるわけでもないしね。うん、だからここからいっぱい取れるかなと思ったら、何なの？全然繋がってないけどね。ここも一発狙いのバッティングで、ちょっと雑すぎるのもよろしくないのかな。これまでと同じやり方にこだわってるっていうのがあんまいい部分じゃないのかもしれないな。いやでもそれで勝ってきたんだよね。その旨味を知っちゃってたら、もうちょっとこれから離れられないよね。雑に引っ張り強振で。それで勝ってきたし、これからもそうやっていくんだね。さっきからひどいな、こいつ。で、こないだホーム行けたろ、お前。キャッチャーのカバーも入ってねえし、いろいろ雑。まあ、入れねえわな、ランナーがいる状況なんで。とはいえど、言っとけや、じゃあよ。なんで止まったんだ、優しさか。全然優しくねえよ、それはよ。ミート流し打ち、これでいいな。まあ、今日ちょっと竹島状態の悪さもあるんでね、ミートを生かすバッティングの方が結果繋がると思う。まあ、状態が悪くとも力自体がある選手なので、何の問題もないんですけどね、状態の悪さっていうのは。簡単に打つでしょう。ほらー、この打球伸びて、いっちゃうの、いっちゃった、また打っちゃった、もうほんと、打ちすぎだから、今日くらいお前じゃなくていいんだよと思ってたんですけどもね。だからここではミート対応で、まあ、ちっちゃな結果タイムリーでいいと思っていたら、お前が打つんか、てかミート対応でホームランにするってどんだけ力あんねんちゅう話でしょ。でも素晴らしいな。それが俺が取った選手っていうのが本当に何よりも気持ちのいいことで、ごめん、また同じような話になっちゃうけど、やっぱ自分が取った選手が打ってくれる、その模様をね、見れるっていうのが何よりも気持ちいいんですよね、実際の映像で。さらっとなんかオートで流されて、その間打ってましたとかじゃなくてね、ちゃんとその瞬間を見れるっていうのが。は？お前。余韻に浸らして、なんかね、このチームホームラン打つとその後意味不明なエラーがあんのよね、ドイツもこいつも。何なんだろうね。大谷のプレーも今謎やったな。何追いかけとったんっていう、ボール取りに行ってすらなかったよね。つまずいたみたいな感じでしたよ。肩から見てたらね。まあ、でもね、今のエラーが何かに繋がるわけでもない。まあ、CT 言うのはここで2点目に繋がる可能性はあっても、それが3点、4点、同点、逆転。ないまあ、そもそもクソみたいなプレイはしても、その後しっかりと抑えれる大谷翔平がいるんでね。なんかあのプレイを帳消しにしようと頑張ってますね。力入ってるわ。最初からそう投げてたらこんなピンチもなく、あんなプレイもなかったろ。で、8回またこういうチャンスでやってくるというね。竹島くん、またお前で打つのか？もう、打っちゃえだったらね。さっき流し打ちでホームランにしたからね、こいつ逆方向にも打てるというか、ホームランの大半が逆方向。エンゼルスの大谷翔平さんですかっていうくらい打ってくれるんだよね。同じとこに、この打球も、あわやホームランでしたね。えいえい、シングルヒットか。お前、ランナー走っとけよ、さっきからよ、お前。竹島のツーベース台無しじゃねえか。で、締めは大谷翔平で締めることになるんでしょうかね、準々決勝も。まあ別にどうでもいいですけどもね。まあ変なエラーがあった分、ちょっと本人としては取り返したいんじゃないですか。だからここは、まあ、どうしようかな。お任せでいこうかな。で、次打つのが大谷翔平の10本目のホームランになるんでね。投手でありながら10本打つ、なかなかすごいことですよ。まあ、経験がね、少ないから9本で止まってるっていうのもあるんですけどね。もっと試合経てたら10本なんて軽く超えてるわ。でもその10本目メモリアルアーチは生まれず、
打ってほしかったな、動画のネタにもなるしね。自分の作った選手、育成してる選手が栄冠ないんでホームラン10本打つことって俺史上初めてかもしれない。やっぱそこまでプレーできへんもんね。また俺自身やっぱパワーっていうのはあんまり重きを置いてなかったから、その辺雑にしとったからね。ホームランで打ち勝つ野球よりも繊細な確実性の高いそういう野球でここまでやってきたんですけど、まあ、今年からちょっと方針を変えたことによってね、こういう結果になってます。いっぱい得点取れても本当に楽しいですよ。でもいつかこれが終わるんじゃないかなと。やっぱり確実性という部分には若干欠けてるんですよね、例年と比べて。甲子園大会を制覇した時と比べてね。だからそれがいつ来るかですよね。その瞬間をいつか迎える、いや、いつ迎えないまま終わることもあるでしょうけど、いつか迎えた時俺はその時どういう気持ちになってるんだろう。ああ、パワーに特化したのは失敗だった、もっと確実性を高めておけばよかったと思うのか、どうなんでしょうかね。いやいやいや、でもこれがもう これがこうなんでね、もういいですいいですいいです。負けることなんて想像もしたくないし、そんな瞬間も迎えないし、最後までこうやって打ち続けて勝つ、そういうピーマン高校がいるでしょう、この夏の区大会甲子園とね。必ずね、準々決勝、正直もっと苦労する相手と戦うことになるだろうと思ってたら、まず対戦相手が弱く、そして俺たちが相変わらずホームランを打ちまくってこうやって勝つ、これまでやってきたやり方でコールド勝ちを収めることができました。準々決勝ですらこれやからね、準決勝決勝苦労するポイント何一つないんじゃないかなって思ってる。